もうそこに並んじゃってますね。なるほどね。みんな順次にこう入っていただいてですね、楽な海からこの柔らかい魚を取ってくる愛をイメージされています。
手振れ手振れ。マルチョロ産業の方たち、アピールアピール。続きまして全県大人の共同制作だそうです。バンブーですので当然竹が主な材料になっています。実はこのイカダは大田の森で伐採された竹林をリサイクルしたものなのです。当然緑地保全基地に寄付もしましたとのこと。テーマは竹だけにすがすがしただそうです。続いてのご紹介は清瀬ダセラギ探検隊から2チームでの参加です。最後にご紹介するチームは笑うという漢字の奥と書いて F1 と読むそうです。このチームは会社の仲間での参加です。先ほどのせせらぎ探検隊と同様20番での参加です。ゼッケン10番が F1A、 そしてゼッケン11番が F1A です。はい、10番11番2024年7月24日清瀬川祭り実行委員会